定称南は、日本将棋連盟所属の女流騎士、堀口浩二七段門下。女流騎士番号は31、東京都府中市出身、大妻女子大学人間関係学部、人間福祉学科卒業。小学5年の夏に祖父に教わって、将棋を始めた。後に、プロとなった者としては、遅めのスタートである。2000年4月、女流育成会入会、2001年、 第10回アマジョ王戦で優勝、同年アマ女流名人戦準優勝。さらに、全国中学生選抜将棋選手権大会の女子の部でも優勝を果たした。また、フェアリープリンセスというチームで団体戦にも出場していた。2003年10月、女流2級としてプロデビュー。2006年度、第29期女流王将戦で予選の3局を勝ち抜き、本戦入り。 それにより昇級規定で2007年4月1日付で女流1級に昇級した。2007年、第1期前の美女子オープンで本戦入り、2009年、第36期女流名人一戦予選を3連勝で勝ち抜き、B 級リーグ入り、リーグ戦では5勝4敗と勝ち越し、A 級昇級はならなかったもののリーグ残留を果たす。同年の第期女流王戦でも予選を通過。 しかし、挑戦者決定リーグでは1勝4敗に終わる。2013年4月、前年度差し分けにより、女流初段に昇段した。2014年、第22期倉敷東下戦では、挑戦者決定戦に、進出。しかし、山田組に敗れ、初のタイトル挑戦は逃した。また同年の第26期女流王位戦でも、予選を通過したが、 挑戦者決定リーグでは5年前と同じく1勝4敗に終わった。2016年第2回女子将棋山田チャレンジ杯では準優勝を果たした。昇級昇段規定は将棋の段級を参照。ABC 低昇南女流2級女流騎士会。2008年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年10月2日閲覧。 第22回全国中学生、選抜将棋選手権、大会女子決勝トーナメントハット ABC、将棋世界2006年8月号、2次の母、低少男女流初段、1番、きつかった産後のスランプ、3手先を読むので一杯。アベマタイムズ、2018年12月11日、閲覧、千崎学部9段、安倍光6段、高野トシ4段、 高浜愛子女流が、将棋飯で、真剣料理勝負、IT ライフハック。IT ライフハック。http <ap> コロンスラッシュスラッシュ itlifehack.jp スラッシュアーカイブズスラッシュ 9896523.html2018 年9月11日閲覧。ありがとうございます。